なるべくこの膝、この膝から自分のつま先までがこう上昇していくような感じ、斜めにこう上昇していくような形を目指してアチチュードを作っていきます。この外側の太ももの内側、ここですね、ここのラインが例えばなんか台の上にこう乗せているような、このような感じ。そしたらこの膝から上がどん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 上昇していって、このアチチュードのラインになっていくような感じ。今すぐ有料会員登録すると14日間無料。気になるダンスバレエ動画を視聴してみてください。ぜひチャンネル登録してね。両肩と両腰がまず並んでいる状態。そこから足を上げていきます。その時に自分の体の枠から足がはみ出たりとか。